ウェイト版タロットの力、マルセイユ版タロットの力力は、タロットの大アルカナに属するカードの一枚。号機、力量、力士とも呼ばれる。英語ではかつて、フォーティートゥードと呼ばれていた。カード番号は、マルセイユ版など、伝統的なデッキでは、11となっている。アーサー・エドワードェとは、黄金の夜明け団の競技による、先との関連から、カードの数字を、 正義と入れ替えるという大胆な変更を行った。以来、ウェイト版をはじめとする黄門の夜明け団系統のデッキでは8とされる。そのため現在では2系統のデッキが存在することになり、今なお、正義とともにタロット研究者の間で議論のある一枚である。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では、力、勇気、寛大、名誉を意味するとされる。 ヘブライ文字はテット、ただし、複数の遺説がある。黄金の夜明け団の説では、ケセドとゲブラーのセフィラを結合する教に関連付けられている。以下のような諸説がある。全体の構図としては、女性がライオンの口を押さえ、女性の頭上には一番の魔術師と同じくのマークが描かれている。と、マルセイユ版もウェイト版も大きな違いはない。 丸声優版の数列では1から9までの精神世界の領域が10番の運命の輪によって一度区切られ、11から20の現実世界の領域に入ったことを表している。故に1と11にそれぞれ始まりにして未知の可能性を暗示するが一つずつ、21番の世界にはその二つの世界の統合を表すように二つのが描かれている。カードに描かれる人物は、 人間の女性である。特に、マルセイユ版に描かれる女性は、玉座に鎮座する女神や、神的イメージでないことが、女性の服装が中世ヨーロッパの一般的な庶民の衣服であることに示されている。しかし、この女性がただ者でないことは、頭部の帽子に表されている。同様の帽子を被る魔術師が、両手にコインやステッキを持っているのに対し、この女性は素手である。 つまり、魔術師が備えていた奇跡的な力は、力では、ステッキ等の道具を用いるのではなくこの女性の手に備えられていることを表し、魔術師のそれに比べ、より人間的、直接的であることを示している。また、カードに描かれるライオンは、本能と結びつけて解釈される。愚者のカードにも犬が登場したが、この力では、より凶暴なライオンとして登場し無視できない。 存在として描かれている。このことは象徴学的に精神における人間的な本性が自身の動物的な本性と直面することができるようになったことを示し、同時に心理学的に無意識としてと名付けられない状態にある力を自我意識が直接取り扱うことはできず、二つの側面を関係づけるのは女性による仲介が必要であることを表している。 ちなみに女性がライオンの口に手を向けていることに関しては様々な説があり統一がなされていない。口を開けようとしている、閉じようとしている、あるいはその両方であり見るものの状況に応じてどちらとも取れるように描かれている、単純にライオンの肝を取り出しエリクサーの材料にしようとしている、と多岐にわたる。オズバルドビルとは 力のカードを獅子座と乙女座の両方に当てているがそれだけでなく、女帝と力の両方をどちらも乙女座としている。なぜか力のカードが獅子座だけになっている。形成の書に基づく説という、ありがとうございます。